例えば近鉄を買収しますっていう時は、はい、見事にかすったんですよいやーもうすごかったですもうあの時からのこれ、うん、高倉のンですか,らか,かすってホームランみたいな感じいやすごかったですよあれか,かすってホームランなんだけど俺はかすってると思ってるわけ、はい、あだから全然この人たちは僕の言いたいこと分かってねえなって思いながら、はい、分かってねえなーって思いながらもう わーって騒いでるから、うん、だって、まあ、何言っても変わんないですよねだって堀江さんはお金儲けのために球団を買おうとしたけど世の中の人はヒーローだと思ったってことでしょそうそうそうですよねあれだってあのあと古田さんがストライキまでやって <laughs> そうそうなんですプロ野球球団なんかだから、えー、っと世間は、うん、あの人はすごい頑張って球団を買おうとしてなんか12球団を存続させようとしてきたヒーヒーのヒーローだみたいになって、うん、なんか みんなは喜んでるんですよいやだって俺は俺なんて俺,俺全然嬉しくないわけですよああなるほどね俺はね <laughs> そうなんですか、うん、いやーなんか夢の球団やなとかあで,で実現しなかったら意味ないじゃないですかいやいやいやあれは実現しなくてもいいんですよからそれはほら周りの人たちはそうでしょ俺は違うからあいやでもあれがあって今がまたあるじゃないですかいや あれがあって今があるっていうのはあれでちゃんと球団作りたいですよこっちはだからだから逆に言うと僕はもうすごい大失敗なんですあれいやでもまだワンチャン作れるでしょうけどいやでももういいんですよえもういいんですか、うん、あれ、ね、だから僕の中でなんだろうなもうそれだからそこがだから僕とのズレです世の中の人たちと。 だから感覚が違うなうまあでもそうなんですよだからそういうなんかもうエンターテインメントとかじゃなくて僕は堀江さんのほんまガチでねこの今の世界を見てるとやっぱり政治の世界にはもう別に国会議員になる必要性はないと思いますけど今正しくとにかくそのずれてるんですよね絶対<ー>そのみんなが求めるものとみんなが求めるものはなんとなく分かるけどそれは別にやりたくない、うん